残酷な天使のテーペ。イヤドラゴンですけど、ということで。はい、今週もね、エボニープレイ配信をやっていきます。神さん、こんにちは。コメントありがとうございます。それではですね、タイトルから思いっきりネタバレしてますが、テーペドラゴンを取りましたというところで、ちょっとね、今週ね、いろいろありすぎて、ネタをね、忘れないように一応メモをしたんですけれども、まあいろいろね、はい、変化がありましたので、話していきたいなと思いますと。あ、のんのさん、こんじゃるわ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとね、スキップとかがあったりしたんですけれども、ようやくね、2回目の王になりまして、テーペドラゴンをね、ゲットすることができましたということで、はい、せっかくなんでね、エフェクトを飛ばしてます。あ、カミさん、ありがとうございます。はい、そうなのです。やっとね、テーペをゲットすることができたということで、これからね、そう本格的に、まあ、防衛のね、ところを整えていこうかなというところですね。まあ、一応ね、それなりにすでに戦果は、稼げるようになってきていたので、ここからね、より、強化していきたいなというところで、はい、テーペドラゴンですね。まだ強化してないんですけど、強化お祈りで一回やっちゃおう。ふう。はい、意味ありませんでした、特に。はい。テーペドラゴンですね。効果が、中トン工場兵器の攻撃力が、今のところね、プラス 25%、防御力 25% というところで、次にね、30% ずつと、病院最大収容量が上がるということでね、はい。戦争向きな、ドラゴンになっています。何よりね、パラメーターがね、上がるのがいいですよね。将軍のパラメーター、攻防、政治が上がって、まあ、統率は上がんないのか。はい、この戦力がね、ドラゴンの戦力がそのまま、将軍の戦力に足し算されるので、このね、戦勝記念塔をねレベルに上げたくて、このね、まだ、2人しか 5.8M 以上になってないんですけど、これがね、やっと、現実的になったなと。ドラゴン4体手に入れたので現実になってきました。はい、戦勝記念塔ね、早くレベル2にしたいです。はい、そのところでですね、テーペドラゴンについては今ゴリゴリ育成中でございまして、ちょうどね、超お得な育成が来たじゃないですか。前回もね、来たばっかだったんですけど、またね、アレースの地のやつと分割されましたね、ちゃんと。はい、超お得な育成がね、ちょうど来てるので、今ゴリゴリに、ドラゴンに餌をあげてまして、今日もそうですね、レシピを一回更新して、餌を与えているというところで、レベル4までですね、先週の日曜日に取得したんですけれども、はい、今、とりあえずレベル4まで上げることができましたというところですね。技量についても、炎の力、レベル3になったんでね、この炎の力のアビリティを上げることができるようになったので、工場兵器の攻撃力、防御力が、今 7.5% となってます。ただね、ちょっとジェムがね、ゴリゴリ減ってくんで、はい、一回このターンはこれで止めようかなと思ってます。で、長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい。でね、ちょっとね、今日はね、ラリーに乗りつつ、ちょっと新イベントがね、後で話するんですけど、新イベントのラリーがもしかしたらね、出るかもしれないんで、ちょっと、AC をね、チェックしつつやっていこうと思います。はい。ということで、無事ね、この栄光の、王家の栄光ですね。2回王、女王、またセクションになるということで、まあ、これを達成しましたということで、この王家の栄光を手に入れたので、文化遺産もレベル2にすることができましたと。はい。で、私、アイコンがね、今ね、さっきの輪っかにしてます。そうだ、実績だ、実績。今日ね、なんか実績がね、ちょうど400日間ログインするでしたね。はい。わーい。実績ポイント1499。次は、450日間ログインするってことですね。OK です。はい。
まあ、とりあえずね、テーベはこれまで、使っていたジョージに今んとこねセットしてるんですけれども、まあ、ジョージも落ち着いてきたんでね、今はあのブーディカを上げようと思ってブーディカのね強化を進めているところですと。ブーディカのねアレスの地、アレスの地じゃねえや、あのかけらがねだいぶ集まってきたので、これもすでにね星スター9まで、赤星4までね、いける見込みなんですよ。もうそもそも血の方がね、厳しいんで、どうにかしなきゃいけないんですけど、はい、だいぶね、できそう、ブーディカを強くできそうなので、ブーディカにアレースの血くっつけてっての、テーベをね、ブーディカにつけてっていうので、ジョージをね、補佐官に落とす予定になってます。あ、ちなみにね、ジョージ君はね、今ね、担当官、こんな音なるんだ。はい、軍事研究所のね、担当官をしております。月見さん、出落ち。はい、はい、ちょっと出落ちをかましました。いや、もうね、本当はそのネタだけにしようと思ったのに、ちょっと今回ね、イベントが多すぎで、もうイベントの話をせざるを得ないなということで、なんかね、今回はね、詰め詰めでございます。そうだ、先週の配信で、K36 のになりましたような話をしてったと思うんですけれども、まだね喋れてなかったことあったなと思ってちょっと思い出したんですけど、カムイさん、私431日、あ、そうなんですね、お、あと19日は450ですね、私よりちょっと先だ。前回の配信で書くの忘れ、言うの忘れてた、レベル上がったらね、貯蔵庫の、寄付できるその上限みたいなのが増えるじゃないですか。これね。はい、なんかね、35から36はちょっとジャンプアップしましたね。毎日ね、45入れられますと。で、これまでは、10日分ぐらいしか入れなかったのに、ちょっと増えて 525M 入れられるということで、優しくなりましたね。はい、今後もね、食料をどんどん同盟貯蔵庫に入れていこうかなと思っていますが、はい、若干ね、優しい感じになってます。はい、どんどんしてきはい、で、K36 話の続きのところでね、軍権の話しないとなと思ってました。あ、富山さん、ハネジャルは、あ、思い出したハネジャルはってありがとうございます。そう、テーベドラゴンをね、取りましたんで、ちょっと、羽も変えようかな。はい、じゃあちょっと金色にね、ちょっとお色直しをしまして、これからね、ちょっと金色の羽のジャルでやっていきます。よろしくお願いします。お、そろそろ回復も終わりそうだ。本当はね、回復は明日回復していきたいんですけれども、王の花道的にね、回復のクエストが出てくるんであれなんですけど、強いやつはね、ちょっと回復させておきたくて、なんだっけ、この、軍隊の召集の戦力成長がね、今、あんまりやれてなくて、よくよく考えたら、今回、ガウガメラがないので、この戦力アップの機会ないんですよね。先週末のコンサもなかったし、ガウガメラもないしということで、っていうのでね、新イベントに出たいなと思ってるんですけれども、果たして。で、そう、軍権の話をしようと思ってたんだ。軍権の話したいんだけど、回復終わんないかな。富山さん、回復ミスりました。あ、回復ちょっと先にやっちゃいましたか。まあ、今はね、あれが、蛮族があるんで、蛮族とかあるんで、まあ、わざとね、怪我しやすいんで、比較的楽ではあるんですけど。まあ、回復があとちょっとってところでいかないな。先にお色直しの話しよう。はい、ヘレンさん、お色直ししましたね。伴侶スキンっていうね、ものが、唐突に先週の金曜かな、増えたんだっけな。はい、私ね、このスパルタのクイーンってやつをアンロックしていますと、アンロック条件がヘレンを15にするのと、白レベル30とかだったかな。はい。脱衣麻雀ヘレン。確かに。そう、だいぶね、なんかはだけて、仲良くなったら、脱衣麻雀で脱がされる感じに。
はい。で、この花、春と花の女神とか背景のやつですね。これは多分まだね、イベント来てなくて撮れないっぽいですね。はい。今ね、ヘレンの、装備使用済みということで、病院最大収容量は、まあ、所有してアクティベートなんでも今5%増えてますと。で、今ね、使用してる状態なんで、防衛時の射撃兵と攻撃力のが5%アップしてますということでね、バフが入ってていい感じですと。で、こっち強いですね。このなんか知んないけど、急に、なんか女神様みたいになって、魔法を使い始めてるですけれども、はい。持ってるだけで、増援時に、射撃兵と攻撃兵器の HP プラス10%。で、使用してということで、部隊転移がプラス2%の攻撃時の射撃兵の攻撃力プラス5%ということでね、ちょっと強いですね。バフが上がるのいい感じ。で、エルフの森は、なんか特にバフの情報は書かれてないですね。何なんだろう。はい、今後ね、なんかイベントで出てくるんでしょうと。今、スルーしちゃったけど、アリアドネとかはね、ないんですけど、プリンセスシシもね、伴侶スキン出ていて、こっちはね、サーバー戦争で 540M。なので、ゴールド3かなの報酬をもらえる状況、かつ、シミツがレベル15以上だと、アクティベート、アンロックできますよということで、野党の攻撃力が上がるのと、敵の歩兵と系の HP のデバフがかかりますね。で、背景は特になしということで、まあ、今後ね、増えていくんでしょうね。マックスになった人が増えてきたんで、沼要素を増やしたのかなと。まあでも、今んとこ単純に装備だけだから、なんかあんまり沼要素っていう感じじゃないかもしれないですが。はい。ちょっとね、はい、回復が終わったんで回復しよう。はい、なんかね、唐突に変わりましたね。まあいいや、ちょっと。後でにしよう。魂の伴侶の話はした。で、次にそう、軍犬のね、話、先週できなかったので、この話したいなと思ってましたということで、トゥットゥトゥ。はい、軍犬ね、1、2、3、4、それぞれの兵種ごとにあって、あとは、この近接陣形、遠隔陣形っていうね、6つからなってますと、列が。で、私ね、楽しみにしてたんです。この実績のところに、この支配のところにですね、軍犬用の実績があるんですよ。軍事研究所の中訓の法人がレベル1に達する。これはどこにあるんだろうと探しました。はい。実績大好きな JAL さんとしてはね、もうすぐ探しました。このね、アイコンのやつだけじゃなくて、なんか横長のね、絵が、はい。こう2つね、貯めなきゃいけないやつ。この横長の絵になって、これ一個一個にね、なんかね、ちょっとしたストーリーが書かれてるんですよ。なんかね、面白いです。イベントに書かれてるものよりは、こういうやつの方がおもろいなって思って見ているんですけど、まあ、いろいろあるんですけど、中空法人ってやつね、見当たんなくて、ありましたね、こっち。近接陣形に中空法人1っていうのがここにあるんですよ。でね、これ、中空の法人1、軍事研究所レベル6なんですよね。はい。これね、うちのサーバーで達成できる人いないですね。はい。とんでもない実績でした。軍事研究所レベル6っていうことは、計41になって 計41にして、さらに軍権レベルを上げて、やっとね、上げられるということで、これね、ちょっと、実績の作り方間違ってますよね。はい。軍犬系の実績ここにあるんですけど、ちょっと楽しみにしてたのに、はい、K41 専用の実績でした。これ誰がクリアできるのか、そしてこんなに大変なのになぜこんなに報酬がしょぼいのか、まあまあいいや。はい、ということで、残念ながらね、この実績はちょっとゲットできなそうだったんですけれども、とりあえずね、今は私、射撃兵の陣形を上げています。ちょうど、このね、研究の巻物の消費還元中だったので。はい。で、今のところ、基本的に攻撃するとき専用でしたね。はい。そこね、みんな殴るときのバフ高えなと思ってたんですけど、みんなここで上げてたんだと。強い人たちのバフってすげえなと思ってたんですけど、
軍犬であげてたんですね。あ、としおさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい、このね、特攻陣形ってやつは射撃兵の HP が、アップしますと。で、これね、ちゃんと攻撃中だけなんですよ。だから条件付き、殴るときだけですね。で、これレベル1から10までは1ずつ上がって、11以降で今 2% ずつ上がってるんで、これいつものやつですね。多分25まで上げたら全部で 40% 上がるやつだと思います。殴るときに HP40% 増える。で、こっちは防御ですね。はい、火力じゃなくて防御の方でも、実際ね、もう強くなってきたら殴るときに一番大事なの、なるべく死なずに殴れるか、相手の先のね、工場兵器とかの攻撃をかいくぐって殴んなきゃいけないんで、そう、防御と HP 上げるのは理にかなってるなと思いまして、はい、これね、今積極的に上げています。これを上げるまでは、ちょっと蛮族レベル5行きたくないなと。まあ、もともとあまり来なかったんですけど、これ上がったら、行こうって、思いましたね。ということで、私、射撃メインで上げていて、今んとこね、12、12と。なっていて、このスペイン式部隊、こっちがね、これも攻撃時に、射撃兵と騎兵の攻撃力を4アッパーアップし、で、こっち敵の騎兵の HP が 20% ダウンするということで、アタックしてる時にね、の火力アップとデバフがついてました。はい、いい感じですね。はい、これね、次使っていこうと思います。富山さん、暁は雰囲気上が蛮族レベル5を楽に攻略できるようになりました。レベル35でうろうろしてます。あー、暁バフ、そう、それもね、ちょっと後で話しようと思ってるんですけれども、暁バフね、私、いっぱい行軍出して、やったりとかするから、結構使いづらくて即外しちゃうんですよね。でも、そう、蛮族にね、いい、みたいなんで、いやでもね、私RS が今カツカツなんで、RSS カツカツで回復に使いたくないんで、多分このターンはやらなそうですね。また次回にやろうかなって思ってますが。はい、で、軍犬で、これね、他のやつも全部一緒ですと。上の2つはね、こう殴る時の HP アップ、防御アップで、2つの兵士の攻撃力がアップして相手の HP がダウンするみたいな感じで、歩兵もね同じですと。はい、ただちょっとだけ違うのが、この消費する巻物の数が歩兵と射撃兵は21とね、ちょっと高くて、騎兵と工場兵器は10という感じで、なんか知んないけどね、格差があるようでしたという感じなので、今は戦術の巻物の消費還元中なので、まあ、高いものを優先的にやって、オフ期間にこの辺をね、上げていこうかなという感じで思っていますと。で、この騎兵のね、攻撃1、これ、まだレベル1ですよ。レベル1なのに7日必要なんですよ。はい、これね、やばいですよね。7日必要です。で、これも249日必要です。はい、これも18日。まあ、今ね、ちょっと、ギアをね、つけてないんで、ギアをつけたら、ちょっとだけ緩和される？まあ、ちょっとじゃないね。249日が？はい、126。はい。あ、こっちだったか。216か。うん、こっちの方が高い。こっちの方が高いんだ。126。216。まあいいや。はい。なんか、違いがありますね。はい。で、もう2段目は一緒です。で、3段目のところがね、結構、列によって違って、こっちはね、レイドに参加するときの HP アップと、防衛時の射撃兵防御力が 12% アップということで、これね、いいですね。はい、この伏兵をね、今ね、急いであげようと思って、防衛に強いんで、防衛のね、タイミングのバフ、課題だと思ってたので、これ上げられるのいいなと思って上げてますと。旗信号の方は援軍でしたね。で、騎兵のやつはモンスター攻撃だとか、こっちはね、また、レイド時の HP アップか、防衛時のっていう感じで、
全部ね、なんか似たような感じですね。右が防衛の時にも使える、左がなんか特殊なやつ。こっちは女神像の収容上限だし、工場兵器の方には訓練上限が上がるのと、防衛時の工場兵器の防御力アップということで、まあ、基本的にね、この右側のやつまで上げていきたいなと思っていて、で、この横長のね、2つ目の横長は、軍権レベル2なんですよね。はい、全部軍権レベル2でした、残念ながら。はい、これ軍権レベル2イコール、K37 にして出直しておいてということで、軍権やばいですね。この5個かける4種類しか上げられませんと。まあ、しか上げられないって言っても、これ多分ね、25まで一気に上げられるんじゃないかな。相当ね、ゴールドとスピードアップやばいですね。はい、巻物はね、まだ私、余裕があるので、あと消費還元中以外はね、そこまで一気に上げようとはしてないんですけれども、スピードアップがゴリゴリ減ってるんで、研究スピードアップね、これまで余ってたんですけど、これやばそうですね。調子こいていくと、スピードアップついに貧乏になりそうだなってちょっと思ってます。ポーエイさん、悪化付きバフいいですよね。燃やせなかったレベル4も燃やしたし、レベル3の負傷者も大幅に減りました。皆さん、悪化付きバフ活用してますね。いいですね。ほい、そんなことで軍権については、まあ、そんな感じでしたと。で、私のね、欲しそうなバフは、この部隊定員がアップだとか、レイド定員がアップみたいなね、やつ、ないかなと思ってたんですけど、それはもう、はるか先の話でしたね。はい、これだ、参謀本部のレイド定員 1% アップ。はい、計、41とかにフルボッコンされたんですけど、強いに決まってるわ、こんなにえぐいバフを持っていたら。はい、ということが分かりました。はい、ということで、今後はね、この軍権を、しっかりね、上げていこうかなと。バフ大好きマンなので、バフをね、しっかり上げていきたいなと思っています。で、カークインはね、まだレベル35のままですと。次の消費還元の時にね、36にしようと思いますが、今はまだね、全然上げきれてないので。ただね、これね、研究ね、片方をクリアすればね、この毎日クエスト的にはね、 OK でしたね。まあそんなこのクエストのためだけに別にやってるわけじゃないんで、1日1研究はね、今後もしていこうかなと思うんですけど、1日1科学院、1日1軍事研究所っていう形で、ね、やっていこうと思ってます。はい、そうだ、これね、やんなきゃいけないわ。同盟総動員がね、始まったので、私はくるくる係として、はい、くるくるしていかないと。こういうね、マジで、青と緑ばっか溜まってっちゃうんでね、青と緑とか誰もいらないと思うんで、即消しますと。あ、トーラスさん、こんばんは。あ、X ではコメントありがとうございました。よいしょよいしょ。そうなんですよ。昨日ね、別ゲームをやっていてね、全然新しいイベントやれなかったんでね、今日やんなきゃいけないんだよな。ということで、もしかしてレイドが出ないかなと思って、ちょっと、ケアをしていたんですけれども、多分これからね、11時に、破壊的攻撃のね、予定があるんで、まあ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 、今のタイミングはね、まだないよな。はい、私はもう援軍を入れてあります。はい、じゃあ、続いての話題、忘れんうちに。はい、あとね、次に話をしなきゃいけないなと思っていたやつは、アイテム開けすぎ問題ですね。
富山さん、最近宝蔵の宝箱で美術品バフが少しずつ増えていってます。楽しい。あとは殿堂を集めないと無理です。いや、そう、美術品バフね、これ増えていくの嬉しいですよね。はい、私やっと勝利の女神を開けることができたので、このね、将軍の殿堂1、あとメインシコフだけになりました。彼とても重要なはずなのに、私は一番最後になってしまいましたね。はい、どうしてこうなった、どうしてこうなった。あ、最終が終わっちゃった。あ、ヒドラ4が出てる。ヒドラ4。ヒドラね、何歩買ってもいいですから。よし。はい、で、アイテムね、使いすぎ問題がね、今ね、出ていますね。アイテム使いすぎ問題、まあ多分この配信をね、見てくださってる方ならわかると思うんですけれども、例えばね、このね、バイキングとかで今、スタミナが足りませんと。はい、スタミナが足りませんよねと。そういう時に、大体ね、スタミナ獲得しますかと。はい、出ますよね。この時に、この、じゃあちょっと10のスタミナでいいかと。バイキングだし。で、開けようとすると、勝手にね、マックス。まあ一応ね、持ってるマックスじゃないですけれども、その100になるようにね、スタミナだったら開けてくるんですよ。これね、余計なお世話ですよね。はい、寝る前とかに1回だけ出撃しようかなと思った、その判断力が鈍ってる時に、この100とか回復して、スタミナもったいねーってね、なるあれ。はい、とかね、アイアノンノさん、食べ物 1.B。4B を開けました。それはひどい。みんな食べちゃう。そう、この箱とかもここでね、開けようとしたときに、まあ、この辺のね、宝箱だったらまあ別にいいんですよ。まあ、ちょっと楽になったかみたいなね、感じだとは思うんです。でもさ、別にさ、ここで最大ってボタンあったんだからさ、別にその一手間はあんまり大きくねえんだよっていうね、感じたんですけれども、はいはい、これね、このスピードアップとかこういうのならいいんですけど、やっぱ開けちゃうとね、どうしようもないその資源とかね、こういう資源とかも開けようとすると一気にマックスにし始めるんですよね。はい、これね、本当本当にありがた迷惑ですね。これやばいですね。で、聞いた中で一番やばいのは、そう、富山さんも書いてくれましたけれども、ラムネですね。ラムネはもう貯めてる人多いと思うんですけど、これも使用しようとするとマックスになってるんですよ。これバカみたいですよね。はい。あ、ただですね、ラムネについては、もしラムネを使っちゃった人がいる場合は、スクショ取って、必ず運営に問い合わせましょう。X でね、ラムネを使いすぎちゃったことに、運営にね、問い合わせをして、返還してもらったという方がね、確かいらっしゃったので、マジ、ラムネは本当にね、死活問題だと思うんで、ラムネはね、もう即問い合わせをしてください。はい、助けてもらった事例があるようですので、はい、運営にね、問い合わせするのはね、効果があるようですので。はい、いや、本当にね、ひどい、ですよね。プレイヤーはね、プレイヤーはみんなひどいと思ってるんです。これでね、喜ぶ人って多分あんまりいないんじゃないかなって思っているんですけれども、なんて書いてあったかな。なんかね、ユーザー体験を向上させるためにやりましたみたいなね、ことをね、書いてましたね。はい、アイテムの最大使用、アイテムの使用体験を最適化するため、アイテム内で一部のアイテムをご使用する場合、最大量が自動的に選択されます。ご注意ください。ご注意くださいですからね。はい、ちょっとね、これはね、えぐいですね。はい、なんかこれについて他にもなかったっけ。ないか。まあいいや。ノーノさん、私の同盟メンバーはラムネ全部開いて、ひじりみんなで大きい蛮族を探しました。あ、通常消費をされた、まあ、てか、消費せざるを得ないような、すべてのラリーに参加できなくなっちゃうから、それだったらせめてね、
殴って価値があるところに使いたいですもんね。はい。まあそんなところで、ほんとね、最近いろんなね、UI いじりがありますね。長谷川さん、VIP の時間も。まあ、VIP の時間は、なんというか、あんまり影響がないので、売ることができないんでね、私も、溜まってる時に、使って、私は定期的にね、VIP の時間開けるように、一回だけね、忘れてて途切れたことがあって、もったいないんで、たまにね、全開けしてるんで、でも別に、なんかそれも別に、最大って押すだけだったので、別にそこにね、UI の大変さはね、感じてなかったんですよね。はい。このね、上に上がっちゃう問題の方がね、よっぽどユーザー体験損ねてるんですけど、例えばね、この宝の地図もね、今まで、横にこうやって上げてたんですけど、スーパーレアをね、合成をするとね、はい、次のレアがね、なんかしないけど上に行っちゃうんで、また上にスクロールで戻さなきゃいけないんですよね。かといってタブ動かすのもめんどくさいんで、もう今度は、ね、もうこっからはもう上でやり続けるか、みたいにやるんですけど、はい、なんかね、新しいやり方をね、課せられてると。まあ、富山さん、500D あります。すげえ。そんなに？はい、まあ、前の配信でも喋ったんですけども、まあ運営的にはアイテム貯めてほしくないんでしょうね。去年の春にありましたけど、その、去年の春じゃないな、K41 以降が出た時にあったんですけど、宝箱の中身が、その宝箱は変わらずにね、宝箱の中身がね、良くなったんですよ。はい。つまり、宝箱ね、残してた人が得するっていうことがね、起こったんですよね。あれが発生した以降、みんな残してて。でもね、これね、宝箱を残しとくのって、結構、多分、運営サイド的には困っちゃって、それこそ、中身をね、良くするっていうのができなくなるから、しょうがないから、新しい名前でアイテム宝箱を増やすか、とか、いつまでも、その、1ユーザーあたりの、そのアイテム所持数が多いから、いつまで経っても、その、容量が減らない、パソコンのハードディスク問題的なね、やつがね、あるんじゃないかなって思うんですよ。はい。SE 目線的には、そういうものをね、貯めてるところがいると、面倒いなって、思うのはわかるんですけど、まあなんか、ちょっとそういうあからさまなのやめてくれよっていうね、感じはしますよね。もうちょっと、ほんとね、ミスマッチを狙ってるんじゃないかっていうね、仕様をよくやってくるなって、なんとなく感じている今日この頃でございます。はい、ちょっと運営サイドがこういうことを思ってんじゃないかなとは思うものの、はい、私は不便になって残念だなと思ってます。まあ慣れるしかないですね。とはいえなんかクレームをね入れてどうにかなるものでもない。多分運営的にはね本当に貯めとくなよっていうのがあれだろうから。あ、伏兵の研究マックスになってんじゃん。ちょっと研究しよう。富山さん、溜め込みは正義だと思ってます。そうなっちゃいますよね。あんなに溜め込みがね、溜め込みしてた人が一気に得するっていうことが起こったら、もう溜め込みするだろうってなりますよね。まあ、ちなみに、私は、そんなに溜め込みをしない派。まあ、溜まってますけどね。一応貯めてますけど、可能な限り貯めてますけど、だいたいカツカツ運営で、本当にギリギリ、素材とか資源とかスピードアップをいつもギリギリの飛行を続けているので、結構ね、私は頻繁に開けるタイプです。あんま貯めてないです。なんか箱が似ててね、どれだっけって何度もめんどくさいんで、結構開けます。まあ、やっとね、少しずつ余力が出てきたから残すかってなってきましたけど。あ、ちなみに、アイテムをたくさん残してほしくないんだったら、かけらをね、取っとかなきゃいけなくなるようなシステムを追加したら、全くもって握手だと思いますよね。はい。今、兵士たくさん残ってますけど、先制っていうシステムが起こって、いつでもね、復旧ができるようにね、すべての、
将軍をかけらかしていってますね。はい、はい、金を使わせることしか考えてないから。さあ23日、研究を使っていこう。研究スピードがすごいゴリゴリ減ってく。うん、使っちゃおう。田山さん、 K36 にするためにためないと無理です。そうですね、 K36 は大変でした。はい、じゃあ射撃兵の陣形、先にスペイン式部隊上げちゃおっかな。247日間、 63M のゴールド、379マキモのゴールほい。で、まあ、こんな感じでね、研究を進めているので、今回からね、やっと参戦することができた。これ戦術研究の消費還元ですね。私は今ランク13位にいますということで、まあ13位って言ってもね、まあ上の人たちは私より高いものを研究しまくってるので追いつけないですね。はい、私程度でスピードアップ250日とか使ってるのに、この人たちはすごいことになってんだなーってすごいことになってんだなーって思います。一応できればね、この一番上のこの戦術の巻物の還元交換チャンスをね、全部使い切るぐらいなので、5000ポイントぐらいはね貯めたいんですけれども、あともう2日切っちゃってるんでしょ、厳しいかな、どうだろうね。はい、今1889ということでね、もう一頑張り、まあ、ちょっとずつね、なんていうか単価が高くなってきたので、はい、ゴリゴリ縦に伸ばせばいけ、縦同じのをガンガンやっていけば、もうちょっとね消費していけるのかなって思ってます。はい、ということで、ね、この辺のねバフが強くなると、ちょっと戦場が楽しみですよね。戦場で殴りに行きたいなというか、こういうのを上げると、その射撃兵のねラリーとかにはちょっと参加したくなってくるなって思いますんで、ちょっとね軍権上げるの楽しくて楽しくて、はい、いや早く他のも上げたい、早く上げたいけど、先に上げんな射撃兵で、その次オフシーズンに騎兵を上げて、で次工場兵器で歩兵最後ってなりそうな気がしますね。はい、戦争的には歩兵が一番重要な気がするんですけど、私歩兵の将軍全然育てられてないんで、はい、1個だけ持ってるエレクトラのための射撃兵の陣形と、モンハンのランキングのための騎兵の陣形と、はい、工場兵器をゲロ増やしたいなと思ってるので工場兵の陣形上げてと、はい、うん、もう歩兵がね最後にならざるを得ない、しゃーなし。トーラさん、軍事研究の時短商品甘く見てました。もうバトルフィールドで使えません。いや、そうですよね。私もバトルフィールドでスピードアップ、回復スピードアップはもったいないから、通常スピードアップをね、使うっていうこと結構やってたんですけど、もう軍権のスピードアップ、半端じゃなく吹っ飛ぶんで、もう通常スピードアップ無駄遣いできないんだって、なっちゃいましたね。はい。今まで貯めておいてよかったけれども、もうこれは急激になくなって、みんなねスピードアップ足りないって言ってたんです、強い人たち。わかりました、もうすでにやばいっす。たかだか軍事研究所レベル1なのにやばいなと思ってます。絶対に足んなくなるこんな、はい、まあね、これね、この奥とかがねどんどん強くなるのを見るとね、うわー早く K37 にしたいなーってなってきちゃいますね。カムイさん、前回の SBS に向けて軍権上げまくってスピードアップ枯渇しました。やっぱり、いや、そうですよね、枯渇しますよね。いや、だからやっぱね、どんなアイテムもねやっぱ貯めなきゃいけない。こりゃね、ストックたくさん集めなきゃいけないし、無駄遣いはしないようにね貯めなきゃいけないわけで、っていうところをね、運営は許さねえぞと、お前ら使えよというね、無理やり開けさせようとしてくると、はい、ひどい話です。さて、アイテム開けすぎ問題はそんなところですかね。はい、もうちょっとね
まあまあでもこれはな、多分慣れるしかないんだろうなっていう感じですね。あの皆さん、あのもうしばらくはね、事故に気をつけて、特にあの寝る前とかのね、判断力が鈍ってるタイミングのスタミナ、ぜひ、気をつけてください。はい、よいしょ。あれなんでこの絵とか消費してるんやろ。お、暁の影のテポン、出してほしい。誰か出すかな、見とこう。はい、じゃあ、せっかく今ね、あのたびたび話題に出てる、暁の話をしていこうかな。カムイさん、恩恵は絶大やったからいいけど、いやー絶大ですよね。いやー、あの軍権上がりえぐい。まあ40アップはね、まああのこれまでのやつとね、多分あんま変わらないんですけど、この辺のね横長のやつ強いよなマジで。いや、デバフがね増やせんのはマジでいい。デバフ増やしたい。はい、では暁関連の話をしていきます。昨日からね急に文明の衝突、奇襲前半、文明の衝突、あと暁の聖女の光っていうね、この3つがね急に増えたかなと思いますと、月曜日からね。まああの聞いた話では、先行してね開催されていたサーバーがいたようなんですけれども、まあ今回ねきっと X を見てる限りだと、まあ、全部のねサーバーでね、このイベントが始まったんだなと思っています。で、先にサクッと終わる方から話をしていきたくて、暁の聖女の光、これですね。はい、有効期間ってなんだろうっていう感じなんですけど、あ、このフリアを持ってモンスターを討伐すると追加で1枚の素朴な結晶を入手できます。何それ強。なるほどね、素朴な結晶いっぱいもらえるのね、素晴らしいじゃん。はい、まああのこの暁の聖女の光自体はこの2日間で終わっちゃいますということなのに、2月1日まであるということは、これ多分また来ますね。2月1日ってすごく中途半端だな。次スピードアップの消費還元のめっちゃ途中までなんだな。はい、まあそれはいいとして、この2つボタンがありますということで、下はね単純に課金してねのところです。でこの要塞リポジトリ、まあここ結局ねここのタブの切り替えのところなんですけど、アイテムがね2種類もらえますと、この素朴な金貨っていう方は、パッケージ購入か活躍度でもらえますということで、1日6個獲得できるので、全部取ってればね12個、昨日も取ってれば12個あると思います。で次左のね素朴な結晶、これ X で話したんですけど、やっぱりですね1日30個ずつなので、私昨日30個取ったので、今日は、今18個取れてるって感じですかね。でこれ重要なのが、この結晶の方ね、なんと50個集めると、エピック将軍手に入るんですよ。はい、ということでね、X で急いでポストしたんですけど、皆さん30個昨日集められましたかね。最悪ね、20個でも集まってれば、まあ、モンハンでね、25個集まるんで、まあ、活発な同盟だったらね、集まってるかなとは思うんですけれども、はい、このね、いい連がもらえるので、ぜひね、交換できるといいのかなと思いますと。で、金貨の方はね、はい、いつものね、左側の、普通のリワード、ちょっといいリワードの仕組みに習って、まあ、ちょっとレアアイテムがね、もらえますと。金貨1個で、結構いいのがもらえますということで、まあ、なかなかね、フレイヤーは取るのは大変だと思うんですけど、さっきフレアって名前じゃなかったっけ？フレイヤー。まあいいや。はい、彼女はね、無課金だと取るの厳しいですけど、無課金でも12個はゲットできるんでね、ぜひ、足りないアイテムの補充に使うといいのかなということで、私はきっと宝蔵の脇の宝箱をね、交換したいと、今急いであげたいなと思う。うっそーん、プレミアムドラゴンコインもちょっといいな、でも、
2個しか手に入らない。プレミアムドラゴンコイン高いからな。はい、皆さんのね、お財布事情、どれを優先するかのところでね、選択していただけるのもいいかなって感じですと。はい、ということで、さっきのね、フレイヤー、ちょっと待ってよ。同盟レイド。お、テュポン出てる。わーい。素晴らしい。あぶねえ、見逃すとこやった。これでいいな。よいしょ。はい。で、まあ、手に入るね、将軍についてはね、はい、だいぶ前からね、このその他のところにいましたということで、両方ともね、なんか似たような性能をしています。フレイヤさんの方は、首都外で防衛する際に、歩兵の防御 HP が 50% アップし、部隊を率いて参戦する際に歩兵の攻撃力、防御力が 40% アップしますということで、まあ、基本的にはね、建物だとか、仲間の城への援軍だとかっていう時に、力を発揮しますよっていう感じに見えますかね。これ16264で、こっち16264。あ、性能ほぼ一緒だな。攻防が高い。攻撃と統率が高い。へぇ。はい、イーテンさんもね、似たような感じ。あ、違うな。ちょっと待ってよ。フレイヤが歩兵です。歩兵ですね。で、イーテンさんは、射撃兵、工場兵器となってますが、まあ、射撃兵の攻撃力が 45% アップするということで、まあ、射撃メインな感じですかね。はい、で、このね、特性も、舞台を率いて駐屯する際にということなので、駐屯する際にっていうのはね、なかなか聞かないですけど、これは、はい、建物とか、援軍とか、まあそういったところの話だと思います。はい、用途が限られる代わりに、めちゃくちゃ強いですよねということで、はい、これ普通にね、もらい得だと思うんですよ。あ、なんかちゃんと書いてある。しかも、イカレル王の関連するんだ。はい、なんかストーリーがあるみたいですね。はい。あ、ストーリーがある。美の体現者と呼ばれ。はい。ということで、このイーデンさんはね、無課金でも、ゲットができますということで、はい。せっかくなったらね、ゲットしましょうよというところでございます。まあ、またね、このイベントも、今後も来るのかなと思いますんで、でもね、その度に配るなんて、そんな優しいことあるんかな？どうなんだろう。今回だけな気がするけども、なんか2月1日って中途半端なこと言ってるしね、毎週あんのかな？はい、ちょっとね、よくわかる。毎週は毎週でちょっと大変だなって思いますけど。はい。で、あと文明の衝突、この2つについて話をしなければいけなくて、これ前半ってあるから後半もあんだろうな。多分そのなんかね、全容がね、書いてないんでね、こっちが前半で、こっちが後半なのか、ちょっとよくわからないですけど、はい、ちょっと、あ、やった、テュポン。はい、まずね、今このね、暁の影テュポン、普通のテュポンじゃなくて、暁の影シリーズですね、倒したんで、やったぜ、初処理リワールド 4.3M、名声2250、勲章エキスポ6万ということでね。はい、暁シリーズが今ね、出てるんですよ。はい、一応ね、さっきのイベントのところに、記載があります。この文明の衝突のところのね、イベント解説っていうところを見ていただくと、書いてあるんですけど、この暁の影と呼ばれる、まあ、なんだろう、2P キャラみたいなね、モンスターが出ますと、あと、謎の神殿聖域拠点みたいなのがね、出てきますということで、ちょっと蛮族っぽいんですけど、若干蛮族とは違う。イベントになっていますと。で、まあ、ここのね、詳細のところに、実はポイントが書かれていて、暁の影、ノーマルモンスターが、レベル1からね、レベル10までいますと。で、ノーマルモンスターは、ポイントしょぼいです。はい。レベル10のはね、暁の影でも300点しかもらえませんと。で、ボス系もね、レベル1のゾンビからレベル17まで。ボスモンスターがいます。で、こっちはね、ちょっとだけポイントが高いです。もう普通に、ペリュトンとか、ミノタウロス以上とかだったら全然殴っていいかなっていう感じですかね。まあ、ミノタウロス以上がいいかな。
もうガンガン殴っていいかなっていう感じなんですけども、はい、この暁の影モンスターも倒すと点数が手に入るということで、そのね、ポイントで、2日間でポイントを競いますと、私はね、今日は、結構ラリーに参加されたので 1.9M ポイントをゲットできています。で、この2日間のね、ポイントでランキングを競っていますということで、私昨日ね全然やれなかったんでまだ30位ですかねということになっています。おい、あ、そろそろイベントが始まる。あ、はい、で今ちょっとねトゥルービジョンうんちゃらみたいなのがね今出てるんですけど、あ、パソコン版だと切れてない。まあいいや、ちょっと先に、このね、暁の影っていうやつ、レベル1からレベル10まで、皆さんね、もしまだ殴ってない方がいらっしゃったら、レベル1から10までね、全員初勝利リワードもらえますと。まあ、ノーマルボスは、ちょっと、大した、あれじゃないんで、まあ別に、最悪ね、最悪スルーしてもいいかもしれないんですけど、ボスね、あ、なんかもっと保存したと思ったのに、ないや。はい、暁の影系のこのボス系は結構このリワード 1.6M とかね、なんかミノタウロスでさえそんぐらいくれた気がするので、はい、しっかり暁の影ってついてる、ボスモンスターはね、殴りましょう。ベヒーモスとかね。で、暁の影ってついてるモンスターを倒すとね、たまにこのトゥルービジョン月とか、さっきのテポーンなんかそうだったんですけど、トゥルービジョン、火、月みたいな感じで、なんか専用バフをね、くれるんですよ。はい。スマホ版だとね、このかける2みたいなのがね、途切れてるはずなんで、今何個持ってるってのがね、わかりづらいんですけど、そもそもね、ちょっと若干残念な仕様なんですけど。はい、これね、バフとデバフが存在しまして、はい、これアイコンをね見てもらうと分かります。攻撃する際に全兵士の攻撃力が 300%、 防御力 300%、 HP 300%。 これね、あれですね、マヤの文明の四季粗相に近い、なんかイメージ的には近い気がしますけど、はい、1部隊しかだけ出せなくなるけどめっちゃバフが増えるよ、しかも、9個まで重ねられるよみたいなのがね、トゥルービジョン火ってなってて、月の方、火と月があります。月は今度は防御の際に、強くなりますよと。で、一つの部隊のみ派遣できますということでね、はい、まあ、めっちゃ強くなる代わりに、1部隊しか出せなくなりますということで、私ね今援軍置いてるんで出せないんですよ。これね、トゥルービジョン瞳のバフを所有する場合、一つの部隊のみ派遣できます。はい、土地も出せませんということで、これねありがた迷惑なんで、これね、イベントが始まった時にね、とてもトラブルになってましたけど、はい、一部隊以上出したい時はもう、バフをキャンセルってやると消すことができるんで、これスマホも PC も変わんないですね。そうするとここから消えて、ちゃんとね、部隊を出せるようになりますということで、私はさっきのラバタートルに出したいんだ。わーい。はい、ということで、なんか、部隊が追加で出せなくなったぜってなった時にはね、多分ここにアイコン増えてるんで、はい、キャンセルしましょうと。さっき、コメントね、してくださったやつは、さっきのね、300% アップしたから、蛮族を楽に殴れるようになりましたよ、というところをご報告いただいたかなと思うんですけど、そう、蛮族とかね、に使えるんですよね。あ、いますね、2P キャラ。ノーマル夜叉と、暁の影夜叉。はい。色違いの 2P キャラがここにもたくさんいますね。はい。こういうね、通常のモンスターであったり、蛮族とか、あとは、まあ、そもそもね、イベント出てくる拠点。そういった攻撃にね、活躍しますと。いうところで、うまくね、使えばとても得をするので、はい。まあ、まあ、面白い仕組みかなと。はい。めっちゃ強くなるけど、呪いがかかるけど、みたいなね、感じなんですけれども。まあ、私、蛮族とかね、出しながら横の土地に、自然採集、ん?タイルの採集でね、結構出すんで、行軍が一つに絞られるのは結構嫌な人なんですけど、もう速攻キャンセルしちゃうんですけど、はい、蛮族をね、ちょっと強いのにチャレンジしてみたいなと思ってる人にはね、とてもいいやつな気がしますね。多分今後もね、定期的に来るような気がするんで、
はい、レベル4。レベル4は、まあ、私ね、レベル4はもう、もはやほぼ無傷なんで、どうでもいいんですけど、レベル5とかね、ちょっとトライ、いずれしたいですね、あのバフ300%を引き下げて。あ、ちなみに、私、いつもね、すぐ消しちゃうから分かってないんですけど、300って、重ね掛け？さっきみたいに2つあったら600%上がるんですかね？9つ最大重ねられて言ってたけど、9つあったら2700%アップ？さすがにそんなことない？ 2700%アップって言ったら、ねえ、バフ3000ぐらいって計40のを味わえるんですかね？はい、私、いつも即消しちゃうんで、ちょっと分かってないんですけど。あ、ダメだ。暁。暁ないや。はい、れ？暁の城、ブックをマークしたと思ったのにないぞ。消えちゃった？なんで？あ、これなんか、違う場所に飛んでったな、今、多分。まあ、いっか。はい、何の話をしたっけな。はい、運命の衝突奇襲の話をしていました。はい、ということで、ポイントの取り方としては、このね、通常モンスター、ボスモンスターを殴ると。はい、なんかこの、なんか戦隊ものね、戦士みたいな雰囲気で、いでたちでいますけど、これ、ベギアールじゃないのか、左上。こんな人いたっけ？トーラさん、バフは 300× 回数のストックですね。あ、そうなんですね。じゃあ9個あったら2700%上がるんですね。さすがにそれは強えな。2700あれば、私もレベル5トライしていいやって気持ちになるな。いや、でもそこまで貯めんのがめんどくさいな。なるほど。そうなんですね。暁を倒しまくってバフを貯めてトライするってのができるんですね。私、多分、暁バフ、1個しか貯めて、1個か2個しか多分溜まったことないや。即消してたわ。これ、暁の影のグリフィンとかね、こういうの。お、まあ、殴りに行って。ちょっと、3個とか貯めて、バフ見てみたいな。いや、でも、ちょっと、そうすると、出せなくなるから、ちょっとやっぱり今やんのめんどくさいな。やめよう。のんのさん、蛮族に呼ばれ、ラリーに呼ばれ、アグロペ始まりでてんてこまいです。あ、アグロペサーバーなんですね。そう、アグロペって大体カースイとかでやってますよね。アグロペいいな。いいな、だけど、蛮族と暁とアグロペなんてやりたくないな。そう、これ、暁が始まって、蛮族、進捗遅くなったんで、もうちょっとめんどくさいんですよね。でも、これもやらざるを得ないから、はい、このね、ポイント、毎日のポイントと総合ポイントランキングの話があったんですけど、まあ、ランキングリワードはね、いつも通りありますと。はい、1日のね、ノルマみたいなのが決まってて、30万集めると、まあなんか大したね、アイテムじゃないんですけど、アイテムがもらえますと。で、総合ランキングですね。まあこれは2日間のランキングで、まあ少なくともね、100位内に入ると、ラブボックスや24時間スピードアップがもらえるんでね、なかなかいいかなっていう感じ。はい。で、デイリーランキングリワードもそうですね、24時間スピードアップ。はい。まあね、ちょっと軍券でスピードアップゴリゴリ削れてるんで、はい。なるべくね、せめて50位内に入りたいなと思って今やっているところですと。で、総合ランキングもね、できれば入っていきたいんですけど、一番重要なのは、この総合ポイントランキングの上位者が、次のね、19時間後にマッチング開始ってなってるんですけど、はい、この文明の衝突っていう、なんかどうやら、戦場、衝突戦場というね、新しい戦場が出るみたいですと。いうところで、ここをね、あ、ごめんなさい。私、読み方が間違ってました。トラスさん、ありがとうございます。回数ですね。回数のストックっていうこと、そういうことは。結局、
獅子粗相みたいな感じにはならなくて、三元使ったら減るってなってたんで、300回を、まあ、その9回なら9回分、連続使用できますよと、9回殴ったら10回目の時にはなくなってますよっていうことですね。ありがとうございます。いや、そうですよね。なんかバフが吹っ飛ばすことに対する運営のメリットがないからな。はい。で、ですね、まあ、あのシーズン1文明の衝突、シーズン1って書いてあるから、これシーズン2とか今後やっぱりやるんだろうな。お、やった、始まった。そしてヒドラが出ていた。ヒドラ出そう。はい、この文明の衝突っていうやつで、まあ、戦場のね、マッチングされるそうなんですけど、これが、この奇襲イベントの指定順位入賞した君主は戦場への入場資格を得られますみたいななってますと。で、1週間、衝突戦場イベント期間は1週間に1回開催します。衝突戦場イベント期間っていつですかね。それはね、いつもね、書いてないからね、イベントの全体像が分かんないんだよな。はい。まあ、とりあえず、はい。このね、文明の衝突っていう戦場自体は1月18日、なので木曜日の、7時から、9時にね、あるようですね、と。はい。で、これが、結局、その、サインアップの資格は、この、今やってる前半の奇襲イベントの指定順位に入らないといけないそうなんですよ。でね、この指定順位の情報がないんですよ。わかんない。結構読んだんですけど、何位までなんですかがね、わかんなくて。はい。どうやら、8つの王国。8つの王国って何ですかね。サーバーと訳していいのか、同盟と訳していいのかわからないんですけど、8つの王国とマッチングされるということで、アウステルリッツとかはね、4つの同盟による、その、なんていうか乱戦だったじゃないですか、8つになるということでね、すごいですよね。でも8つの王国、8個の王国で1同盟あたり50人ですとかね、多分ならないと思う。あ、違う、王国だからサーバーだよな、やっぱり。うん、この文明の衝突サーバー単位だもんな。だからサーバーだよな、サーバー、8つのサーバーで、50人ずつみたいな、400人とか考えられないですよね。ってなると、20位ぐらいなのかな。はい、このね、何人マッチングされるのかがね、全くわからなくて、非常に、ルールたくさん書いてあるのに、聞きたい内容が書かれてないなっていうね、昨日、ムカつくなと思って見てました。はい、なんかまあ、基本的には戦場と同じです。戦場開始後、すべてのプレイヤー15分間、停戦協定がかけられていますとかね、なんかあるみたいで。トーラさん、時間が固定なんでアメリカ勢が早朝で大ブーイングでした。今回も同じかな。はい、7時9時なので、はい、アメリカ勢早朝ですね。これだいたいアメリカ勢ってこのぐらいの時間で早起きだったイメージなので、だいたいそうだよな、12時ぐらいにもう寝なきゃって言って寝たりしてるもんな。10時ぐらいに寝て16時17時に起きてくみたいな。多分これ早朝なはずですよね。あ、トーラさん、 もしかして人数分かったりします？これ戦場サインアップ、これもう何人マッチングされるのか、なんかどれほど頑張った方がいいのか、もう総合ポイントランキングが例えば15位までですとかになったら、もうなんか特に頑張る気がなくて、もうめんどくさいからもういいやって なるんですけど。そう、私 3.3M でしょ、今の15位でさえ 6.7M でしょ、20位が 5.6M、 25位 4.23M、 明日の仕事中頑張んなきゃいけないでしょ。無理だな。はい、ちょっとね、この前半のところのルールを見ても、まあ、なんか
ポイントがね、トーラスさん残念ながら選ばれませんでした。あー、そうだったんですね。いやー、じゃあやっぱ厳しいのかな。なんかねー、この総合ポイントに応じてランキング順位を決定し、ランキングリワードを配布します。ランキング上位の君主は文明の衝突戦場入場資格を得られますって、ね、上位って果たしてっていう感じなんだけど、はい、なんというかイメージする上位は10位なんですけど、10位までなのかな。まあ10位までだったとしたらね、もうなんかこれ以上あんまり頑張る必要がないなと思うからいいんだけど、はい、まあ幸いね、10位内には強い人が多めなのでいい感じですけど、まあ別にこれ選ばれたらまあなんか追加の報酬やられてるけど、選ばれなかったら別に特に報酬ないんだよな、きっと。あ、王国ランキング、このランキングリアだと誰に比べるな。あ、ゆうなさん、デモサーバーでしたが、その時は25人でした。あ、コメントありがとうございます。助かります。あ、そうなんですね。25人。8×25。200人。200人か、すげえ。重そう。ありがとうございます。25なら、あ、頑張るか。頑張れる範囲だ。ありがとうございます。非常に参考になるコメント。ちょっとこれね、頑張りますね。今日早く寝ようと思ってたけど、寝ない?寝ないのか?大丈夫か?あ、バーサーカーとか出し忘れてた。ヒロさん、お知らせメールでも25名となってました。あ、ありがとうございます。お知らせメールに書かれてたのか。いや、ルーに書いてない。って思わんかった。お知らせ文明のこれか。ありがとうございます。これですね、ルールから見つけられなかったけどお知らせに書かれてますね。本当だ。文明の衝突奇襲イベントが終了した後に、君主様が取得したイベントの総合ポイントに基づいて最終順位を決定します。トップ25に入賞する君主は文明の広報戦場へ参加資格を得られます。はい、微妙にね、文明の広報イベントってなってなかった気がするんですけど、はい、これですね。ぜひ配信お願いします。いやー、配信はどうだろう。もう、そんな余裕はなさそうですけど。いや、でもマッチングしたいな、木曜日。木曜日、いや、木曜日7時9時 ?7、9時は5億パー配信できない時間だったけど、これ、参加してえな。はい、なるほど。いや、これ、見てなかった。ここにあるんですね。いや、でもね、いや、だからここにあってもさ、なくなっちゃうじゃん。なんでここに書かないんだろう。別に隠してる気がないんだったら、ここに上位25名って書くだけなのに英語で見たら書いてあるんだろうか。はい、まあまあまあ、ちょっと25位頑張る、25人頑張ろうかな。参加するだけ、あ、でもここ見たら想定できたな。君主ランキング1000位ってなってるから、これ8で割ったら25だもんな。なるほどね。1000位ん、200人じゃないのか。あれ、まあいっか。まあいっか、細かいことを考えてやめよう。君主ランキング。へぇ。いや、でも建設スピードアップ欲しいな。建設スピードアップ欲しい。建設スピードアップ欲しいし、ラブボックスも欲しい。はい。これちょっと頑張ろうかな。はい。ということで、ちょっと、
この中身の話を次の配信でやれたらなと思うので、25位になれるようにちょっと頑張ろうと思います。寝落ちどうしようかなっていう感じです。いやー素晴らしい。ゆうなさん、ひろさん、ありがとうございました。全くもって、25人というね、情報を見逃していたので、とても助かりました。はい、ちなみに、このね、シーズン1文明の衝突のこの左のところの赤マーク、私ね、まだ撮ってない、なるんですけど、ここにね、なんかこの新しいこのイベントの、内容がね、まあ、文字の羅列であるよりはこっちの方が分かりやすいですね。まあ、新しいバフがありますよだとか、さっき話をしたね、火のやつは 300% 上がりますよ。はい、トゥルービジョン付き。これね、これを集めたいですね。はい、防衛上がりますよだとか、あと増援バフっていうのもね、上がりますね。レイド定員が上がるだとか、上がりますが、そういうのがね、この暁の神殿だとか、暁の聖域だとか、この特定のね、特別な城を殴ると、バフがつきますとか、ポイントを獲得できますとなってますというところで、皆さんね、ここに宝箱めっちゃついてるんで、しっかり回収しましょうと。赤墓地がついてるのはね、まだ取り終えてないということだと思います。あ、敵の王国を取れるんですね。いや、この辺気になるな。木曜日7時か。多分ね、家族で食事タイムな気がするけど、ちょっとなんとか、あれ、全部取ったと思ったのに赤ポチが消えないわ。はい、赤ポチ消えるかと思ったら赤ポチは消えないかもしれません。さっきのバイキングバーサーカー行った、あ、ピオさんが出してくれたので、殴ろう。よいしょ。あ、グランドチーフ出た。富山さん、蛮族で突っ込まれた基本女神像に行きますが広い。あー、事故ですか。蛮族やってるときたまにありますよね。補填してもらいましょう。相手過失 100% なんで、そういうの大体。離脱閉鎖戦中だったのは不幸中の幸いですね。でもちょっと、それだとなんか補填の請求がしづらいですね。お前、RSS かかんねえじゃねえかとか言われそうな感じがするけど、まあでも攻撃食らってるからな。はい、ちょっと待てよ。のんのさん、今総合ポイント5位です。すごい、素晴らしい。確定じゃないですか。なんちゃら船長確定じゃないですか。いいな。わーいわーい、よいしょ。はい、稼いだので、これは回収しとこう。で、グランドチーフ、次、王が出るはずなんで、先にこの辺のやつは出しとこう。あ、もったいないやつ出した。まあ、いっか。はい、ということで、あ、赤ポチ消えたぞ。赤ポチ消えました。ちゃんと全部読むと赤ポチやっぱ消えますね。私はセーフですか？他の人は負傷者出てます。ああ、富山さん。いや、そうですよね。いや、そりゃそうですよね。っていうか、ひどいなぁ。蛮族。なんか、稀にミスありますよね。なんか、そんなにミスらなそうなっていうか、ミスったら怖いから慎重になりそうなのに。はい。まあ、なんか、ちょっと文明の衝突ね、いろいろたくさん書かれていますが、まあ基本的にアウセルリッツとかと同じような感じで、モンスターもいるし、建物もあるしっていうことのようにざっくり読んでるんですけれども、もしね、サインアップすることができたらちゃんと読んで、挑もうと思いますということで、私、総合ポイントランキング今30位ということで、25位までね、一応狙える範囲ではいるので、ちょっとね、狙っていきたいなと思います。はい。で、このポイントの稼ぎ方のところをね、話をしようと思っていたんですけれども、城がないんだよな。城がないんだよな。城にね、ちゃんと説明が書いてあって、それをね、読むのがね、一番わかりやすいんで、ちょっと後で、
後でね、またあの城が出てき、城を見つけたらちょっと話をしようかなと思うんですけど、まあ、簡単にね説明をすると、まあ、モンスターを倒すとこういうね、ノーマルモンスターとスズメな涙のモンスターです。まあ、ボスモンスターはまあ何千という単位のね、あの2000前後のポイントが入りますという感じですということで、基本的に1日のノルマを達成するのであれば、まあ、ボスモンスターを頑張って倒すとかでも、まあでもそれでもやっぱね30万はちょっと厳しいかなという感じです。ということで、ポイントを集める基本は、この城をね、殴ることになります。で、ポイントは、殴るですね。これ、モンスターがいるので、モンスターを攻撃して倒します。で、その後に、占領ができますっていう仕組みになっているんですけれども、残念ながら、占領するより、殴った方が得をします。ということで、あのうちの同盟ではね、あのラリーを組んでもうなんか15人とか20人ぐらいがね参加して、兵1で構わないんで、はい、このね城によって5回殴んなきゃいけない、10回殴んなきゃいけない、15回殴んなきゃいけないって違いがあるんですけれども、どれも共通してるのは最後の1回を殴るかどうかだけなんですよ。なので最後の1回になるまで、強い人に殴っていただいて、まあ、毎回ね、ラリー組むと、ジェム支払わなきゃいけなくて大変で、というのも、その、HP がね、5とか10回とか、その、殴れっていう指定回数が決まってるんですけども、その、殴ってる回数が、回復しちゃうんですよ、5分経つと。これ、えぐい仕様で。この、アホッポロ満足じゃなかった、このね、この暁の拠点日食とか5分経ったら回復するんで、確実にねラリーだと1000ジェム払わなきゃいけませんと。ということで1になるまでは強い人がボンボコ殴りますと。で最後の1回をラリーを設定して、まあ、ラリー設定者はね1000ジェム払ってくれて、攻撃するというところをね、うちの同盟では、行っていましたということで、なので、ランキングの、ね、上位にはうちの同盟すごく軒並みつられてますということで、本当ね強い方たち、強い皆さんには感謝しかないですね。はい、こういうね、あの要塞イベントもそうでしたけど、強い人におんぶに抱っこのイベントが増えちゃってなんか申し訳ないんで、早くねこういうのを殴れるようになりたいなって思うんですけど、はい、ちょっとね なんかそういうイベント最近増やしてきてるのちょっと嫌だなって思いますよね。はい、まあそれは私が弱いからなんですけど、はい、ちょっと早く強くなりたいですね。軍権を上げるしかない。ということで、このね、ティミー、めっちゃ上にいるんですけど、これはみんな、城をね、殴った時の最後のね、最後に殴った時のポイントをゲットしてるから、みんながポイントをゲット、ポイントもらえてますというところ。で、兵は1でも問題ありませんでした。はい、ラリーに参加することが重要ですと。で、かつ、その最後のラリーに参加してないと、なんか占領してる時のポイントも入んないんだったっけな、なんかそうっぽいこと、まあちょっと私、それで、ね、試したことないんで分かんないんですけど。はい、どうやら、ちゃんとね、ラリーに参加しないとポイントもらえないかもしれないんで、気をつけてください。はい、で、ということで、ポイントが入るケーキが、最後のね、一撃を殴った時にポイントが入るのと、あとは占領してる時にポイントが手に入るんですけど、占領してる時のポイント全然手に入んなくて、こっち書いてあるかな？モンスター倒したやつしか書いてないんだよな。実際のね、拠点のところに、あ、1秒ごとに獲得するポイント、あれ？占領時発見する部隊は指定戦力に達すると 1秒ごとのイベントポイント獲得できます。増援に参加する同盟メンバーの派遣部隊が一定戦力に達するとイベントポイント獲得できます。部隊の戦力が高ければ高いほどより多いポイントを獲得できます。派遣部隊の戦力が一定値に達すると1秒ごとで獲得するポイントが増加しませんということで、何ポイントって書かれてないんですけど、まあなんかね1秒25点とか1秒30点とかで、
なんかたくさん入っても1万5000ポイントぐらいしかもらえないんですよね、確か。にもかかわらず、城を殴った時は一発で、この拠点系は確か15万ポイント。で、なんかもっとでかいやつ、聖域だとか、ああいうやつだと神殿とか聖域は30万ポイントだったかな。明らかに効率がいいんですよ。はい。殴って倒す時に、ドカッとポイントが入って、占領してるポイントは大したことがありませんということで、ちょっと蛮族とはね、そこがちょっと違って、蛮族って入れてるとめっちゃポイント入るんですけど、はい、このね、暁の拠点シリーズは、最後に殴った時に、たくさんポイントがドカッと入る仕様になってますということなので、基本的にはもう9回とか4回殴ってもらいます、最後の1回ラリー組んでもらいます、みんな兵一で参加します、終わらせます、はい、占領はしないで次の城を探します。で、次の城を殴りますっていうのをね、ひたすら繰り返すのが効率的ですね。はい、そんな感じでポイントを、伸ばすことができるということが、昨日ね、一日で、はい、朝起きたら、うちの同盟の皆さんはそういった やり方が効率的だということを分かってもやってましたね。はい、さすがでございます。はい、だからね、うちの同盟はちょっとね、高すぎるんだよ、ポイントが。深夜勢ですよ、深夜勢。日本人寝てる時間に起きたらみんなポイント超跳ねてんだもん。はい、まあ昨日のね夜も多分結構やってたと思うんで、私ね夜やれなかったので、はい、スルーしちゃったんですけれども、はい、ということで、皆さんもね、まあ必ずしも自分で倒せる必要はないので、その辺はね蛮族と一緒です。まずマップから見つけるということと、まあ、強い人がね殴ってくれるかのところっていうのが大事ですと。で、もう一つ気をつけなきゃいけないのは、これね結構バグってて、例えば10回殴んなきゃいけない城が6回殴って今度4回から一向に減りませんとかね、平気で起こるんですよ。で、そういう時は別の人が殴るとか、ラリーを組んで殴るとか、なんかあの手この手をすると減るようになったりしたので、はい、これね、バグ、他のサーバーでやってたはずは、なんでこんなバグがあるんだろうという感じなんですけど、そう、偵察ができないとか、ポイントが減らないっていうバグが平気で起こるので、ちょっとね、お気をつけくださいと。ご利用は計画的に、的なところがね、ありますね。はい、あと、もう一個、これはね、私はなったわけじゃなくて、X を見てて見かけたんですけど、この、北方からの侵略者の残りチャレンジ回数がゼロだと、なぜか知んないけど暁の拠点も殴れないみたいなね、なんかとんでもない話も見かけたので、はい、暁をね頑張ろうってされてる方はね、この北方からの侵略者の残りチャレンジ回数1は絶対残すようにした方がいいと思います。まあもしかしたらねゼロでもやれるかもしれないんですけど、はい、なんか余計なバグに当たりたくないのでちょっとね、そこは安全に、安全サイドに倒しながらプレイされるのをおすすめします。はい、そう、これね、こうマジで言わなきゃなと思ってました。そう。X でそんな話を見かけたんでね、皆さんお気をつけください。はい、といったところで、聖域かなんかだったと思うんですけど、もう一撃でこの個人のデイリースコア30万っていくんですよ。なので、まあ、見つけてね、強い方に殴ってもらう、もしくはバフをめちゃくちゃ上げて、この30万を殴るっていうのをね、お試しいただければいいのかなと思います。まあ、基本的には、占領するよりも、この拠点を見つけてぶん殴りまくるっていう方が効率的ですよというところですね。はい。まあ、このね、前半ってなってるやつはちょっとわかんないんですけど、この、文明の衝突、これね、はい、前半対してこれが後半なのか、この後にさらに後半が出てくるのかちょっとよくわからないですけれども、はい、文明の衝突についてはね、ちょっと、まあ、25人に、はい、25位までに入ればね、参加できそうということが分かったので、ちょっとや、頑張ってみますと、ちょっと厳しいですけど頑張ってみます。またね、参加できたら、来週ね、そんな話ができたらなと思います。はい、そんなところかな、暁関連の話、そう、盛りだくさんでしたけど、そう、この話ね、今日しないとなと思ったんで、
一通り話すことができたと思いますっていうのと、やはり、有識者の皆さんにね、コメントいただきまして助かりました。はい、私は、昨日一日、こう何人なんだよ、クソがってずっと思ってたんで、すっきりしました。はい。ということで、まあ、このね、暁の聖女の光、あ、50になったじゃん。え、交換しよう。わーい。わーい。でもね、すぐ使う予定ないんだよな、正直。あ、でも、ちょっと枠広がったから、開けちゃおう。わーい。まあいいや、別に共有しなくて。はい、強いですね。はい、書いてあること。そういうことしか書いてない。はい、ちょっと、まあ、今後ね、援軍も使いたいなと思ってて、私のエレクトラって援軍用じゃないので、エレクトラのこいつ、補佐につけられんのかな？そこだよね。あ、同盟ボス殴ってる。オッケーオッケー。同盟ボスは、私はまだ参加できない。確認したいのが、エレクトラの補佐で有効ですか、彼女は。はぁ、おわ、はい。エレクトラと一緒には使えませんでした。残念です。はい、彼女が何かと組み合わせて使われたらいいなって思います。さあ、ちょっと待って。あ、なんかずっと話してて、私同盟総動員くるくるしてなかった。はい、まあ暁系のね、話はとりあえずこんな感じです。ということで、いろんなね、イベントの話をやっていこうかなと思うということで、同盟総動員ですね。はい、月曜日から、昨日から始まりました。いつもね、月曜始まりなんですよね。月曜から日曜日までの1週間となっています。はい、同盟総動員の、クリアのコツは、事前準備と、ひたすらこうやって、クエスト削除。R4 以上がクエストをね、削除していく。ことが、ノルマ達成のね、絶対条件なので、はい、もしね R4 が、このリセットをね全然してくれないようだったら R4 に志願して私がくるくるするんでって言ってやるのをおすすめいたしますということで、はい、はい、基本的にはね金とか紫は取ってかれちゃうんで、それ以外をね更新するっていうのでいいと思います。で、まあ、こういうね、まあ、不人気のやつもあるので、何回かやって全然取られないなと思ったら削除するといいですということで、私はね、これまで7回受領して全て240ポイントのやつをね、取ってます。240ポイントの中でもすごく簡単なやつ、神獣エキスポ20万使えとか、ペガサス10万使えとか、将軍の強化500回しろみたいなね、簡単なやつを、基本的には取っています。はい、神獣エキスポはね、このためにずっと貯めていたので、はい。この機会にね、上げていこうかなと。まあ、そもそもね、240ポイント全然出てこないので、まあ、出た時にね、やっていこうかなっていう。まあ、期間中にちょっと、まあ、きっとね、多分使い切れないと思うんですよ。240ポイントのやつは多分そんな取れないと思うので、そしたらね、もうキメラガン上げしようかなとは思っています。あとね、やってたのは、聖なるドラゴンか。聖なるドラゴンに、餌を30回食わせろとかね。あと、技量のレベルアップをしろとかね。そういったやつは240ポイントの中でも、すぐに達成できる系なのでね、おすすめですね。特に餌をあげろ系なんかは、なんか絶対あげるし、私はね、そもそもテーベとノルウェーリッチは急ぎたいなと思っていたので、ちょうどよかったですね。はい。とはいえ、ジェム使いすぎ問題なので、ちょっと、一回ね、もうジェムかかるやつ、だからルーンとかのやつはね、ちょっともうやめようかなと思っています。はい。といったところで、同盟総動員のイベントね、いつも通りです。個人スコア、達成すると、
まあ、ランクによるんですけれども、一番上のランクは基本的にいいエピックの歴史の名称とかがね、もらえるようになっているので、しっかりね、リワード目指していきましょう。はい、私は、今回も5200ポイント、マックス狙っていきますということで、やっていきます。で、この同盟のね、スコアリワードとかもね、皆さんも溜まってると思うので、しっかり回収しましょうと。はい、一応、なんだっけな、22回かな、20回、240ポイント取って、200ポイントを2回取るとかでね、確か行ったはずなので、5200ポイント行くんで、はい、エピックの方は、240ポイントね、こだわるといいのかなと。まあ、240ポイントね、みんなが狙ってるんで取れなかったりするんで、1週間、しっかりやっていけば達成できると思います。はい。で、すぐ終わるところ、戦争の女神の祝福。これね、昨日急に始まりましたね。昨日のね、すげえ中途半端、昼ぐらいに、ね、急に始まったイベントですね。はい、毎日アイテムがもらえますということで、この一番下のね、受領ってとこポチッと押すと、パラスの祈りを解禁しましたってなりますと。はい、このパラスの祈り、基本的には課金アイテムなんですけど、なんか1日1個だけね、くれるみたいですと。いうことで、まあ、これね、左のパラスの稲荷ってやつは、強化するときの、ゴールドロックするお金が、2000ジャム安くなりますよというやつ。まあ、後でちょっと画面見せようと思います。で、このパラスの詠嘆ってやつ、こっちがね、すごいですね。この詠嘆の祝福を使用した後に同じ装備を強化し、かつロックされた属性を変更しない場合、なので、まあ、よくある、4つ中、強、バフ4つつ、4つ、ん ?4 つ中、まあ、3つをロックして、最後の1個、あげようとして、連続でやる、ああいう場面ですよね。あれがその4回連続みたいにやったときると、その4回目、必ず、ゴールドの属性が出ますよと。はい。見た方が分かりやすいので、いい子、ちょっと待ってよ。念のため、大丈夫ね。はい。はい、この強化ですね。はい、例えば私ね、ジョージ・デューイとかこんな感じになってるんですけど、今ね、パラスの祈りの祝福を持っているので、祈りの祝福は3回残ります。今回の強化、祈りの祝福の回数を消耗しません。ってなってますね。はい。こうやって、ロックすると、はい、通常だとね、4000かかるのが2000ですよと。はい。こんな感じでね、必ず1回あたり、まあ、2000ジェム安くなりますよというところで、で、これね、ちょっと今何個あるかっていうのがすごい分かりづらい。これ昨日も3回転で乗ってたのに、ちょっとよく分からないんですけど、今何個残ってるか分かんないんですけど、これは期間が終わっても、1週間ね、毎日立ててもらえるみたいです。で、スーパー強化までね、貯めとくことができますよっていうの、これお知らせに確か書いてありましたね。で、さっきのこの詠嘆の祝福ってやつは、こういった状況、これで、こうやって、4回強化をしたときに、この鍵ついてないやつ、4回目に必ず、この金色のね、属性の強化の値が出ますよと。ただ、金色としか出てないんで、ね、騎兵の荷重の金色が出るかもしれないですよね。はい。ということで、とはいえ、この金を出すのがクソ大変なので、はい、金で金をゲットすると、はい、そういう仕組みがね、できたようですね。はい。ということで、強化が、まあ、お金を払えば少しだけ楽になるかもしれないなっていうのが、このパラソの祝福みたいですということで、まあ、私はね、無課金なので、この、7日間ね、毎日もらえるみたいなのでもらいますと。イベント終了後にも使用できますとなってますので。イベント終了後に使用できますってなってるんだけどさ、これ、おめでとうございます、獲得しましたって書いなってもさ、これもうどこにもないんですよ。見当たらないんですよね。はい。見えないアイテム多すぎ問題ね。はい。ああ、そう、見えないアイテムの話で言うと、お、ヒドラ。はい。同盟ボスの ね、やつもね、見えないアイテムでしたよね。はい。
これね、先週の配信で、きっと大丈夫って言ってさえ、若干不安でしたが、やっぱ大丈夫でしたね。この残り何日ってやつがね、前回の配信の時は、1日とかなってたんですけれども、はい、あの時配信で喋った通り、この残り回数、これがね、リセットされるのがこの緑色の数字。で、この銀色のライオンハートのバッジね、これ消えるって書いてあるんですよ。イベント終了後に消えてしまいますって書いてあるんですけど、消えません。はい、無事2440溜まってますということで、皆さんね、しっかり貯めることができますんで、毎週毎週しっかり殴りましょうということで、私ね、まだ殴れてないので、明日かな、殴るのは。はい、王の対決、戦力回復とかが出るのを、祈りつつ、明日殴ろうかな、みたいな感じでございます。はい。はい、でもね、消えるって書いてあるのに消えないアイテムとかね、もうそもそもこのアイテムボックスにないやつとかがあったりとかしてね、ほんとね、わけわかめですね。はい、で、あとは、まあ、文明の旅1日1回無料で引きますよということで、今日はね、5日目のはずなので、追加のやつ引けるはずです。あ、なんか何今ゲットしたか見れなかった。ゴールドラダー、はい。なんかさっき金色だったがいいやつだったかな。1M。はい。まあ、こういうね、何引いたか分かんなかったときに、こっちからね、見れるのはいいですよね。はい。きっと、シルクロードだったと思います。はい。まあ、上に出るのもね、基本的にはね、いいことだとは思うんですけどね。はい。画面開いてるときに、いちいち動かされるのはだるいなとは思いますが。はい。で、文明のショートじゃなかった文明の旅はね、いつも通りです。で、失われた秘宝また来ましたね。はい、失われたということで、昔のね、昔の城だとか昔の行軍が出ますよっていういつものイベントでございますということで、これもね、奥に行けば行くほど1回あたりのね、コンパス消費量が高くなってきますが、え強っ強っ25分の1一番右上一発目でクリアなんだけど、何これ強っラッキーっていうのね、こういうことがあると、どんどんね、奥に進めると思うので、皆さんしっかり毎日ね、モンスターハントと資源採集で、10個集まる感じになってますので、10個集めて、こういうのね、掘っていくといいと思います。強っ、なになになに、どうなってんの、えらい、さらにこの奥にはないでしょ、イエーイ。はい、無料になるやつを引きましたね。はい、この秘宝リストね、何が入ってるかってなってるんですけど、私今引いたのはこれですね、探検家のノート。はい、もうコンパス消費しないということで、何これすげえラッキー、わーい。もうこうなったらね、コンパス引かない方がね、ラッキーだからね、アイテム取り尽くすんだ、やったぜ可能な限り全てのアイテムを取った、わーい。はい、で、最後のラウン最後じゃないな、まあ、実質最後のもうラウンドだよな。もう6個ずつとかちょっと大変すぎなんで。で、失われた宝箱ね、今私30個ゲットしたので、10個開こう。はい、アレースの地、もうね、リソース。リソース足らないんで嬉しいでございます。わーいわーい。はい。アレースの地ということで、まあ、当然出ないですね。この確率あるんですけど、この失われた部隊の実践箱をゲットできるのね、0.05% なんで、はい。これが、当たった人はよほどラッキーでございます。キミさん、イベント多すぎて、JAL さんの呼び込み通わないと無理すぎる。いや、イベント、そう、ちょっと増えすぎですよね。私、のサーバーまだマシなんだなって思いました。さっきアグロペが出てるっていうところは、ノンノさん
のんのさんのところだけアグロッピー出てるみたいな話があったと思うんで。はい。あ、てか、のんのさんのサーバーは私より若かった気がするのにアグロッピー出てるんですね。どういう基準なんだ？はい。まあ、いいや。はい。で、今回ね、戦場はありません。ガウガメラの戦場は、来週です。コンスタもね、来週ですということで。アウセルリッツね、準決勝を進んだ方は、土曜日、決勝日曜日という風になっています。で、それに関するね、ベッティングですね、ありますんで、このベッティングショップで、交換するのを忘れずに、まあ、先にね、かけて、ベッティングしてっていうのはね、忘れないようにしましょう。まあ、これはね、まだ猶予があるんで、また、来週にでもちょっとお話しようかなと思います。のんのさん、私は1300万台で、そうですよね。なんかそんな、私よりも古いサーバーだ、古いじゃなくて、新しい若いサーバーだったと思ったんですけど、アグロペの基準がよくわからないですね。古い方が出るのかと思っていた。関係なかった。まあ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 。あ、これあれだ。もうやってるっぽい。やってるっぽい。暁。残念。見逃した。暁行き始めてるぞ。ここだ。こっか？ここじゃねえな。ここだ。ほーい。移動しよう。はい、ちょうどね、出たので、さっきの話ですね。今、暁の聖域っていうのが出ています。で、今ね、強い人が殴ってくれていての10分の7になってますね。で、残り時間がね、基本的に短い。30分ぐらいなのかな。はい、短いんでね、ここ気をつけなければいけないんですけれども。はい、ここのね、詳細を見ていただくと、いろいろ書いてます。暁の聖域ね。この敵は、火力が 1000% あって防御と HP600% アップあるということでね、めちゃくちゃ強いですと。で、ここにね、赤のゲージがあって、今10回で今減りましたね、6回に減りました。これがね、1まで減らして、ここね、暁の聖域が10回の攻撃に成功すると突破されますということで、10回成功したら終わりですと。ただ最後の1回の成功保有を行った王国のすべてのプレイヤーは、まあ、バフの話はもうどうでもいいです。その最後の1回攻撃したときに、この30万点の衝突ポイントを獲得できますと。で、レイドに参加したプレイヤーみんな同じ点数入るということで、これね、ここなんですよね。これが重要なんです。この最後のラリーにしっかり参加して30万ポイントもらいましょうゲームです。で、その後ね、燃えた後10分間、占領することができて、1秒あたり25点ということで、ちょっと今計算するか、1秒25点でしょ？ 1 秒25点でしょ？ 60 秒でしょ？ 1 分でしょ？ 10 分でしょ？ 1万5000ということで、占領をね、ずっとしてても1万5000ポイントしか入りませんと、最大で。はい。しかも占領部隊の戦力上限 300M ですよ。300M 突っ込んで、マックス1万5000点もらえますみたいなね、そういう話。で、そんな1万5000点もらいに行くより、だから私 300M も戦力送れないんで1万5000点もらえないんですけど、そんなことをするよりは、はい、こんな感じで、今ね、ラリーを設定してくれましたんで、この同盟レイドに平一で参加すると。はい。これね、見ていただくと分かるんですけど、皆さんね、レベル、平一で参加してます。これね、レベル、平一で参加しないと、この、レイド定員ね、17M すぐ埋まっちゃうんで、兵1で参加するのが大事ですね。はい、こんな感じで、今ね、11人、ここに集まってるみんな参加するでしょう。はい、もう続々と集まっている。はい、なので、そう、強い方が、9回殴ってくれました。残り1になりました。この残り1を殴りますなんだけど、ちょっと待って。私今ね、22M か。わかりやすい。今 2M なんで、これがね、点数増えます。
はい、暁の聖域なので30万点手に入りますね。まあただね、占領ポイントをもらえるならもらおうと、25位に入らなければいけないということを分かったので、空いたらやろう。なんかマットマックスさんなぜ入れないんだろう。バグなのかな。あ、わかった。もしかしたらこのマックスさん、ラリーに参加できませんよって言っていて、今も見てるけど、もうエリーゼがすげえ往復してる。これかわいそう。これ多分ね、蛮族の回数ゼロなのかもしれん。このね、あ、今ちょっとスクショを貼って送ってあげることができないから、まあいいか。はい、これで更新中になりました。で、はい、そのままね、蛮族と違ってそのままね、キャンプ状態になるんですよ。ということで、舞台読み戻します。こんな戦力ないやつで行ってもしょうがないんで、一回戻しの援軍を、一番ね、部隊定員が多くなるやつで、かつ戦力が一番高い状態でぶち込みますということで送りますと。で、今殴ったことによって30万ポイントが入ってますってことで 2.3M になりましたね。30万ポイントゲットできました。はい、で早速さっき言った APTX さん消えましたねということで、多分はい、次の場所を探しに行ったのかな。どこに行ったんだろう。もうすでに次のやつを、おお、行ってる行ってる行ってる。はい、こんな感じで、これね、さすが総合ポイント1の APTX さんですね。はい、こんな感じでもうひたすら新しいのを見つけては殴ると。やい、もうどんどん減ってく。10分の8になった。はい、今私キャンプ出しましたけど、これ多分すぐ帰ってって、APT カさん隣に行こう。でね、今は綺麗に進んでるんですけど、これがね、10分の4とかで止まったりするんですよ。ってなると、もう同じ人が殴ってもしょうがなくて、複数のラリー参加したり、別の人に殴ったりってして、なんかうまくいく時があるみたいですね。さあ、のんのさん、一番初めに占領する人は蛮族のように部隊定員が大きい人がいいですか。あ、それはそうですね。それは援軍の仕組みとしてそうですね。部隊定員の考え方もちょっと難しくて、とりあえず占領という行為をするにあたって、この大使館のこの援軍受け入れ上限、これがね関わってきますと。ということで、この数が多くないと、一番最初に、援軍入れた人の、この大使館レベルに、影響されます。大使館レベルが低いと、次の人が入れないってなります。まあとはいえ、なんていうか、あんまり占領しっぱなしでいることにそんなにメリットはないので、あんまり気にしなくていいかもしれないです。基本的には、このラリーにね参加していくということで、いやー、これどんぐらい頑張るんだろう。根津の戦いになるかな。こういうね、邪魔なやつは殴ってあげて、みんなが飛べるようにして、ずっと占領してました。はい、まあ占領
してもね、ポイントが入るから無駄ではないんですけどね。もしもうすでに新しいのを殴るよってなってるんだったら、新しいのをね、殴るのがおすすめですね。はい、1になった。わーい。ってことで、これできっとレイドを、はい、やってくれてるので、これに参加すると。はい、これをね、ひたすら繰り返します。マット、伝わったかな？でもさ、これ仮に伝わってもな、伝わってもな、もう蛮族の回数回復しないからな、どうしようもないよな。いや、ひどいバグよ。てか本質的に関係ないはずなのに、はい、なんかね、偵察ができなかったりとかしてるみたいだし、あのバグが治ってくれるといいなと思います。はい、やばいやばいやばい。この話をしててね、ずっごい長くなってしまいました。いねごりさん、恐縮です。どうしたんですか、いきなり。恐縮です。はい、ということで、はい、暁の聖域ね、一番効率がいいのは、こんな感じですね。強い方が、残り1枚殴っていただく、そのままラリーをかけてもらう、ラリーにみんなで乗る、で、みんなで、占領ポイントをね、ゲットっていうところですね。長谷川さん、部隊転移ではなく参謀本部が多い方がいいんじゃないかな。レードで出すときはそうですよね。レードで出すときはそうなんですけど、その後の占領ターンってどっち参照なんですかね。例えばサーバー戦争とかで相手の王のところを攻めるときはレード転移ですよね。よいしょ。エネゴリさん、占領しなくてもポイント変わらなくないですか？占領しなくてもポイント変わらない。一応占領してるときはちょっとポイント増えてましたよ。さっき、私2601だったのが2603になって、2000ぐらい増えてるので、まず最後のラリーだけでポイントがドカッと入ります。で、占領するしてもポイントが入ります。今、暁の聖域を殴ったんで、30万ポイント私はとりあえずゲットしましたね。30万ポイントをゲットして、その後の、時間ポイントが、今この画面で映している、3番のところですね、占領部隊の戦力に乗って よって1秒ごとに4から25点の文明の衝突ポイントを獲得できますということで、これ獲得できてますよ私。ただですね、蛮族と違ってぴょこんぴょこんって数字出ないんで分かりづらいんですけど、この文明の衝突、3517でしょ、これちょっと時間を置いて開けるとこのポイントが増えるはずなので、この増え方がね、ようわからんだけど。3517のまま。外したとき、手に入るのかな？ああ、外したときっぽい気がする。とりあえず、次の場所にすでに行ってるっぽい。次の場所にもう行ってる。早っ。はい。今3517でした。3517でしたっていうとこだけ覚えておいて。今部隊が戻ったんで、多分これでポイントが入ってると思います。で、見ますよ。はい。はい。こんな感じで4804ってなってるんで、占領していたことでポイントが入っています。ということで、殴った時のポイント、占領ポイントが入るんですけど、基本的に最後の1回殴ったポイントの方が支配的なので、まあ占領するポイントを取るぐらいだったらこんな感じで次のやつにどん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 参加するのがいいです。はい、このペースやばいですよね。早すぎる。はい。
はい、キャンプになったんで、即戻して。ああ、これあれだな。これ多分しばらく続くから。舞台点アップノーマルでも使っとこう。で、すかさずね、小銭も稼ぎに行くと。ネゴリさんアピールしただけあります。ありがとうございます、アピール。はい、今週ね、今週もきっと DSN チャンネルさんで、アウステルリッツの観戦があると思いますんでね、ぜひ皆さんそちらも、見に行ってください。ID をね、コメントするとリワードがもらえるので。私もね、ありがたくリワードをいただきました。お知らせにね、来ていたかな。これかな？ The Eighth Battle of Austerlitz ということで、はい。8回目のコンサー、シャロンじゃないかなって感じですけれども、はい。こんな感じでね、今週の多分土曜日と日曜日も、アウステンリッツ戦いの、観戦みたいなののね、ライブイベントをきっと DSN チャンネルさんがやってくださるので、はい、そこでね、参加して ID を入れていただくと、こんな感じで、相手もね、結構いいリワードもらえますんでね、おすすめでございます。ねこりさん、コメント反応あって焦りましたよ。それは焦る。はい、これは？また飛んだから、あ、また座標の共有があった。なるほどね。早っ。 もう1になってる。 えぐい。はい、行こう行こう行こう。はい、参加しまーす。のんのさん、同盟メンバーに内緒で ID 送ったら後日に AC でザーザーするのが好きです。 なるほど。 ああ、私もね、そう、大体の人の てか、そう、同盟メンバーだと ID すぐ確認できますからね。おもろいな。私、人の入れたことなかったけど、ワンチャンあるな。はい、こんな感じで、暁の拠点の、無限暁拠点巡りが始まりそうなので、そろそろ クロージングしないとまずい。なんかね、話そうと思ってたんだよ、他に。忘れちゃったな。はい、まあ、今日のね、メインはね、この新イベント、暁なんちゃら、暁なんちゃら、もうね、暁の拠点とか、暁ついてるから、暁って言っちゃうけど、一応、文明の衝突？いや、文明の衝突ってここには書いてあるけどさ、この文明の衝突戦場ってここに書いてあるけど、なんかお知らせはなんか違う名前でしたよね。はい、なんかよくわかんないですけど。はい、新しいイベントが始まりましたねっていうところと、思い出した、言いたいこと。これ、同盟対決戦。同盟対決戦、定期イベントになりましたね。前回のやつ、もうだいぶ久しぶり、3ヶ月、4ヶ月ぶりに、お久しぶりの同盟対決戦だったんですけど、同盟対決戦、連続で、1週間休んでのもう1回開催されるみたいですね。これ嬉しいです。同盟対決戦、私は結構好きなので、これまた続いてほしいですね。はい、同盟対決戦が、またね、3日後に、このマッチングっていうか、多分サインアップですかね、が始まると思いますので、皆さんね、これ全く損しない、イベントなので、ぜひ、サインアップするといいと思います。で、あ、やべ、占領までになってる。ちょっと出させてもろて。ほういほうい。ねえ、もうこれやってたらさ、もう満足やってる余裕ないんだよな。参ったね。サーバー戦争もあるしな。はい。で、
月見さん、成就のかけら手に入らない問題抱えたままでしたが、今偉大な将軍の宝箱からまるっと出ました。おおめでとうございますと。たまにね、たまに出ますよね、一撃で。こっちか。はい、一応そう、ラインナップにいるので、確率の詳細。まるっと出たということは、引き返しを、ジョージ。はい、0.14% を引きました。月見さん、おめでとうございます。半端じゃない。いや、ブーディカ出てほしいな。はい、その他の話、同盟総派ですね。またイベントが来ています。大体ね、この装備強化が余ると思いますが、はい、スーパー強化がね、今週は来ないので、これどっかでね、諦めて、5000まで回す必要があるかなという感じです。このね、その後の、ランキング戦がなかなか報酬外のでね、ここまでいけるといいかなっていう感じがしています。で、達人を目指す旅、これね、活躍度なんで簡単なんですけど、この、リワードがね、毎日リセットされちゃうんで、取り忘れに気をつけてください。特にね、サブアカとか持ってる方はね、これ、忘れがちかなと思うので、気をつけてください。で、激得イベント。で、これ、ハンザなのか、ファンザなのか、ハンザ召喚。はい。っていうね、なんか新しいやつが来ましたね。活躍度をマックスにすると、マックスだっけな。まあなんかどっかのタイミングでこの10枚ね、毎日もらえますと。で、これ1個で交換するのもったいないですね。10個貯めて、まあ10個貯めてというか、1日、全部クリアすると10個もらえるんで。とか言って、ちょっと待ってね。暁出てたら困っちゃうから、ちょっととりあえずチェックしつつ。はい、必ずね、10個ずつの単位でもらえるので、まあ、こういう、まとまった 50M で交換する、もしくは、この建設スピードアップでね、交換するのがいいのかなとは思っていますと。で、1日分の20個を10でもらうか、3日分のやつを25でもらうか、7日分のやつを、45でもらうかって考えると、もうね、これ交換してる場合じゃないですね。こっちの方がボリューム的にはお得ですと。はい。はい。本来、左だけで交換したら70枚必要なところ45枚で買えるのでっていうことで、資源が、足りない方は、こっち交換してもいいと思うんですけど、資源よりも、この建設7日間スピードアップって取得しづらい気がするので、私はね、建設スピードアップ結構足らない勢なので、私はこの45、こっちで交換しようかなと思ってます。ということで、交換しよう。はい、建設7日間スピードアップ。はい、これね、あと6日間まだもらえますんで、皆さんね、計画的に、これでね、50M でももらえるの、毎日 50M もらえるの、素晴らしいですよね。なかなか、謎の、アイテム配りイベントが来ましたね。素晴らしいと思います。はい。あ、もう暁のやつ今出てない。今出てないのかも。はい。暁がね、出るとね、アレスの像みたいにね、出ましたみたいに出てきますからね。はい。で、黄金樹のイベント。はい、これも、毎日5個もらえますんで。研究スピードアップ12時間嬉しい。はい。毎日5個貯まります。まあ、これはそんなに苦労しなくて貯まると思います。ドラゴンの宝蔵イベント、今回何なんだろう。あ、ヒルデだ。はい。ヒルデの肖像がもらえるみたいですね。いつも、なんかここに、ドラゴンショッパーいいのが出るみたいなので、はい。課金税の方、チェックされるといいのかもしれません。超お得な育成ですね。ドラゴン育成するなら今っていう感じ。騎士の旅。これもね、毎日50個集まります。ポチとモンスターから、40充電もらえますということで、なかなかね、タイルから集めるのこれ大変なんですけど、これも、しっかりね、集めると、必ずこの150は期間中にもらえるようになってるので、はい、しっかり回しましょうというところを、あとね、神獣の、この神獣スケールのイベント中ですということで、私は神獣スケールね、どうせこの期間で結構集まるからって言って、品質を、あげるこの辺のねやつを結構引き換えました。はい。5個、3個、8個引き換えてますね。はい。そう。ちょっと溜まってればいいやということで。
で、みんな大好き、消費還元ということで、ジェムの消費、リソースの消費還元、私は、今回ね、10B 達成予定ですということで、もうすでにね、計画的に 7B 消費に至っています。はい、あとね、ジェム。ジェムがね、もう82万消費しちゃってるんですね。これやばいですね。あ、やば。あー、これ間に合わん。間に合わん？ワンチャン？幸運が出てるからワンチャンあるか？わーい、参加できた。はい。はい、ね、ジェムが減ってる理由はですね、実は、私、VIP13 になりましたということで、前回のね、配信でお話しさせていただきましたが、このね、VIP13 にして、このね、闇市のこの購入をね、2回やりたいなというところで、はい、これ、購入、重複購入特権残り回数5ということでね、はい、VIP13 になったんで、この重複購入ができるようになりました。こんなマークが出て、買おうとすると、このアイテムを重複で特権使っちゃうけどいい？みたいなのが出てきます。はい。二度ともう表示しなくていいや。あ、これは買わないからいいです。いや、これね、結構買いたいから買おう。はい。で、建設のね、スピード別に困ってないからね、買わなくていいかな。はい。あ、これ。さっきの建設じゃねえや。さっきのは装備製造だ。こう建設のやつ、これレアなんで、こういうのね、2回買いたいんですよ。で、この回復もね、重要なんで2回買いたいんですよ。で、そう、罠は困ってないから別に買わなくて嫌なんですよ。っていうね、こんな感じで、あー、これもね、多分、今困ってないからな。ちょっと、購入特権ね、これね、明日とかにもっといいの出たって なるとね、結構悩むので、この使いどころが難しいんですけど、はい、素晴らしいですね。ギア集めがこれではかどるなと思います。ということで、VIP13 になりました。このために、オークションで2万5000の VIP ポイントをね、買いましたということで、40万ほどそこにかけたので、すでにジェムがいっぱいいっぱいでございます。82万。あー、今買ったから82万9000円になっちゃった。はい。というところで、よいしょ。あれ？なんか占領になってね。あー、なんかミスったのか。もう一回参加しよう。そう、そうだよな。はい、まあいいや。そんなところで、ちょっとね、ジェム支払いが大変だったんですけど、VIP13 になって、いろいろ増えましたということで、今年のね、目標はね、VIP14、できれば VIP15、オークションで買いまくれば VIP15 ならギリ。もうそれ以上はね、ちょっと多分無理なんですけど、VIP15 ね、VIP15 になりたいんですよ。この続収都市が1個増えるんで。はい。今後長期イベント1回20万必ず払うっていうのをやっていけばね、VIP15 年内いけるかなとは思ってるので、ちょっと今回、今年の目標はね、VIP15 だろうなって思っています。はい。といったところで、ちょっとね、駆け足になっちゃいましたが、いろいろ話をしてきました。で、最後にね、定点観測をして終わろうと思ったんだった。そう、毎週せっかく定例をやってるから、どれほど、前週と比べて強くなったのかっていうのをね、やっていきたいなと思っていたんですけれども、あれ？なんかキャンプってなってんのに、最後の位置減ってないよ。またバグってんじゃん、これ。えぐ。ほんとね、このイベントバグだらけなんだよな。ふざけてるよな。ラス位置が減ってない。もう3回殴ってんのに。ひどすぎ。まあ3回殴ってんのにって殴ってんの私じゃないんですけど、仲間が殴ってくれてるんですけど、攻撃勝利ってなってんのに、何なんだろう。これほんとひどいんだよな。
残り4からね、全然減らないっていうのも全然起こるし、めちゃくちゃ起こるし。はい、まあいいや。そんなところで最後に、私のね、基本情報を見て、ここ眺めて、終わりにしようかなと思いますということで、私のね、状況ですね。合計戦力が 939M。まあ、ここはクソどうでもいいですと。建設戦力 27.6M、技術戦力 20.5M ということで、軍権ね、立てたんで、この技術戦力、もりもり上がるようになってきましたということで。強い人たちね、みんな建設戦力を大きく超えてるんですよね、技術戦力が。はい、ここのバフをね、上げていきたいなと思います。はい、で、その他のところはあんまり興味がなくて、こっちですね。資源の生産力、今ちょっとね、あ、よかった。これなくなってるかと思った。はい、思い出した。今、同盟の配部にいないので、このバフがね、130ぐらいね、バフが下がってますね。はい。130% バフが下がってるので、時給が 2.9M、2.8M みたいになってますが、まあ、おおよそね、時給今 3M ぐらいですというところで、これがね、今、もり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 36に、生産施設をね、上げてますので、この、生産施設を上げたことによって時給がどう変わるのかっていったところね、今後ちょっと見ていきたいなと思っています。ということで、あ、残念、これやばいな、このこのえ、本気部隊で出すか、ここ減ってないですね。今レード店員に分かったけど、まあいっか。これラリーセッター変わった方がいいやつじゃないかな。あー、やっぱりこれ勝利したのに。あ、占領までに変わった、やった。ダーソー、ダーソー、月見さん、そうだ、ジャルさん、金の羽と王冠、王国名って出ましたか。あ、そうなんです。はい、王様になって、金の羽をつけて、そうだ、その話しようと思ったのに忘れてました。ありがとうございました。はい、王国名ですね。はい、ここで見るよりこっちか。はい、サーバーね、国旗日本にしました。なんか王国名エアラインってなってます。日本のエアラインみたいですね。はい、多くは語りません勝手にこの名前に変えましたエアラインってっていう感じですけど、まあまあまあお後がよろしいようで好き放題やっとるわはい、いやー、なんか怒られたら変えようと思います。なんか知んないけど日本のエアラインになってます。あ、まあ、あのね、ヒーローだったみたいで、海外ではね、あの素晴らしい対応にね、あのヒーローだったみたいで、いい縁起のいい名前だと思います。はい、そんなところで、はい、今日もね、長時間になってしまいましたが、ここまでのご視聴ありがとうございました。無事ね、王、2回目の王になって、金の羽をゲットし、テーベドラゴンをね、ゲットすることができましたということで、今後ね、このテーベドラゴン、ガンガン、もりもり育てていこうと思います。今、レベル4ということで、この期間中にレベル6になればいいかなって思っていますが、技量をね、2つ目、アンロックしたいんで、はい、まだね、炎の力しかないんですけど、この魔法の防衛結界、中トン工場兵器の攻撃力と中トン保衛の HP 上がるってね、これね、強いと思うんで、はい、ちょっと技量が上げられるように、レベル6はね、ちょっと目指していきたいなと思っています。はい、そんなところで、
今日の配信はこれにて終了しようかな。あ、そうだ、サーバー戦争の話ちょっとだけしようと思ったの。もうそれも忘れていた。はい、今回の、このね、週末のサーバー戦争の相手、969ということで、私たちのサーバーよりも200も、200もね、ちょっと、古いサーバーということでですね、これね、強いんですよ、これがまた。もう、はい、これね、友達。レベル41。マジさ、もう大きいのよ。同盟の、これが大きいんですよ。なんか知んないけど、ちょっと隙間空いてるの何なんだろう、これ。もう、なんか、うん。はい。この K41 とか K40、K39 がね、何人かいらっしゃるようでして、もうね、K41、K40 は基本的に無理だということが分かっているので、私のね、バフまだ上げるのが多分追いついていないので、ちょっと、はい、次の、まあ、次のサーバー戦争はちょっとおとなしくしてようかなと。まだね、軍権も上げてる途中ですし、っていう感じでございます。あ、お、なんかまた、また共有されてる。これはまたラリーが始まるぞ。撤退しよう。はい、そんな感じでですね、ちょっとサーバー戦争がね、ちょっと大変そうなので、また、じっくりね、育成に力をかけていこうかなというところですと。はい、そんなところでね、ちょっと長くなってしまいましたが、今日はこれにて終了をしようと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。私は引き続き、このね、暁の拠点の、攻略をしていこうと思いますので、今日は。はい、これからもエポにめっちゃやるんですけれども、配信としてはここで閉じようかなと思います。はい、そんなところでね、また来週の配信でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。というところで、おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。さようなら。